YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、タチです。本日はですね、以前に、劇団スジャクの公演が決まったという、投稿があったと思うんですけれども、前回は結構和のなんかこうお祭りが始まるようなというか、まあ、お祭りをテーマにして、ビジュアルを作ったんですけれども、今日は、出演者全員の、まあ、パンフレットであったりとか、そういった素材のビジュアルを撮影していく日です。総勢何人、俺たち入れて19ですよね。ってことは17人を2日間で撮影すると。今回はなんかよりねおしゃれにといいますか、新しい要素、まあ、洋服と着物を組み合わせて、みんな本当にさまざまな個性を出しながら撮影していくんで、ちょっとメイクとかもしてるところとかもきっと楽しいと思うので、ぜひ覗いていってください。今回はですね、まあ、いつものメンバーに加えて新メンバーが結構たくさんいるんですね。で、まあ、いつもダンスの振り付けで、まあ、出てもくださってるんですけども、関根彩乃さんです。彩乃です。ちょっと今撮影終わりですっぴんなのでちょっとマスクと帽子でさせていただきます。失礼いたします。で、今回は、まあ、よりあの踊りの方に力を入れたいというか、ちょっとレベルアップさせたいなっていうのもあって、過去最多人数のダンサーさんを彩乃さんの方に頼んで、さまざまな個性豊かなメンバーが集まったんです。で、まだ僕もね会ったことがない人が多くて、なのでちょっとどういったメンバーなのかを軽く聞いてみたいなと思うんですけど、新メンバーでいうと女子が4名4人と男の子1人、男の子1人で5人が新メンバー。うわ、こんなに新メンバー女子いたらいつものおっさんたちテンション上がりまくってんな。あいつら鼻息荒くなってるぞ、あいつら。肩を固まってる。そんなに多いの、うん、5人新しくダンサーが増えてる。で、まずペコさん。ペコさんはですね、独特で、いや、俺も映像でね見てたんですけどね、すっごいね個性的な魅力があって、なんか男性としてのかっこよさもあるし、女性というか中性的な魅力があって、なぜペコさんを選んだんですか？気持ち、うん、なんか今思ってる感情を動きにするのがすごい特化してる子で、まあ、なんかスジャクにこうどの子の子新しい子を入れようってなった時に、男臭い連中たちがいっぱいこういる中で、いつものね、いつものね、こうなんかちょっと違うテイストのこう男の子を入れたくて、せっかくだったっていうので、新しい風を吹かせるためにペコを、しかも一人って、いやいや、いいと思う。いや、俺もすごい楽しみで、あのやっぱ僕たちの劇団スジャクっていろんなパターンの踊りもやるし、でも一番はその気持ちで、とにかくそのもう毎回毎回お客さんに楽しんでもらうっていう、なんか結構その気持ちの部分が大事でもあったりするから、なんかその全てをね、なんかこうできるような感じの楽しみですね、たくさん。はい、ネクスト、あやか、あやかさん、はい、あ、さっきの、そうですね、キツネの面でアシャとか。彩香さんは普段どんなジャンルの踊りを？もう、まあ、言ったらこうダンサーの仕事いろんなのしてるんですけど、なんか特化してるのがラテンとかもやってて、ラテン、情熱的なやつね。いいなぁ、ラテン、あ、だちょうど話しようあんな穏やかなのに、いいですね、ちょっとラテン、俺もやりたいな。ちゃんとこうオーソドックスなこうダンスできるけど、こういう特殊なものも持ってて、うん、言ったら彩香、で、さやかちゃん、彼女はジャズをすごいこう得意として、で、それこそバラードだったり、ジャンプしたりとか、行ったり、床で撮ったりっていうのが得意な、だからこう2人は、まあ、言ったら今ダンサーの最年長組、面白い、ただのダンサーじゃないっていう、スペシャルがある感じ。はあ、楽しみですね、彩香さん、さやかさん。続きまして、ゆいまい。ゆいまい、ここが姉妹、姉妹じゃない、双子だ。そうそうそう、今回なんとスジャクに美女双子ダンサーがもうこれこそね、すごいよね。そう、二人ともこの問題からダンスやってたのかね。ね、まあ容姿もいいし、花もあるし、踊りもめっちゃかっこよかった。そう、双子ちゃんならではの息の
合わせ方が、うん、なんかあうんの呼吸なんだよね。レッスンしてても、うん、なんかこう2人でシンクロして喋ってないのになんか、うん、みたいな、うん、みたいな、こっちは見ててテンション上がるんだけど、うん、2人でスペシャル。そうね、まいちゃんの方が、うん、お姉さんね、あ、お姉ちゃん、ゆいちゃんの方が妹なんだけど、でも、まゆいじゃないや、でも、うん、あの一緒にいるとそれが変わる時があるので、お姉ちゃんが変わる時があるって言ってて、その時々、そうだから、だからそれはお互いにもなんかそういう時があるんですって言われて、そう、実際はまいちゃんの方が上なんだけど、うん、今はゆいの方が上ですとか言ったりするから、分かんない、その双子の事情全然分かんないめちゃめちゃ面白い。そう、すごいね今回。いやすごいよ、もう本当にいいメンバーを集めていただきましたありがとうございます改めて。いやなんか本当スジャクって、まあ、内容もそうだし、とにかくできることをいろんなことをやるって楽しんでもらって、それはあの役者もそうで、なんか同じ色の役者が一人もいないけど、うん、一つの作品になるっていう、あの独特なね、このスジャクのもので、いや、やっぱそこに新しく加わるって結構難しかったり、だって決めるのすごい悩んだもんね、うん、時間かかったし、そう、結構難航して、やっぱそこの個性はありながらも、うん、そこのスジャクという作品を作るときに馴染むか馴染まないかって結構な課題であったんですけども、いや、これはね、なんかものすごい楽しみなメンバーが集まって、うん、さらになんかこうスジャクの色がまた増える気がする、そうだね、なんか今回はものすごい起爆剤になるのがこのダンサーさんたちなんじゃないかなと。あとはもういつもの、ね、ボロボロのおじさんしかいないからちょっといや、ね、いいよね、うん、いかに舞台と共演者とお客さんと向き合えるかっていうのがすごく大事にしてて、うん、なんかそういった意味では本当にみんななんかそういった人たちが集まった舞台にしましょう。テーマはざっくり分けると、その和のテイストは統一して色味だったり質感だったり素材感をちょっとずつ変えてるんですけど、その全体バランスを見て最初に写真いただいた時にそこからイメージしたものメイクと当日お会いしたその骨格だったりその雰囲気だったりでちょっと変えたりをしてるんですけど、色味のイメージは赤と金と黒とシルバーっていう大まかなイメージなんですけど、そういうものに金箔だったりとか銀箔、あとラインの描き方だったりとかをその個々に変えたりしていますいいで、はい、自分の手とかでペイントしてたんです、特殊ですねこれ何で描いたんですか？ちょっと元々その前回のものがカツラですごい印象的だったので、そのどういう変化を皆さんとつけようかってなった時に、逆に単発なのを生かしてエクステを部屋のことをつけようっていう話になって、ちょっと赤髪を混ぜてみました。すげえつけてカットしてるから、ね、めっちゃ馴染んでる。馴染んでるよね。なのでめちゃくちゃちょっとゴージャスな感じなんですけど、ペイントも腕がシンプルな時とかにこう力強さを出したかったりした時にペイントを入れてます。全体的に赤はやっぱりイメージが強かったので多くなってるんですけど、綾乃さんはこう少しまつげ、下まつげに印象がいくようにとか、そういうちょっと色っぽさっていうのを出したりとか、ここにこうちょっとはめ込んでみました。ここが
崩れやすい。ああ、なるほど。逆にするじゃん。変じゃだいぶ、肩かけるだけでもだいぶ違うかもしれない。けーの。あ、ちょっと。足どうなってんすか。はいはいはい。ちょっと、体ねじ。これでしょうか。あるとか。前回は完全に 和のテイストで撮ったんですけど、今回はしっかり現代の要素と和の要素を取り入れた撮影を行ったんですけど、めちゃめちゃやっぱ難しかったけど、そこは素晴らしいスタイリストの岩尾くんのおかげと、森さん率いるヘアメイクの皆さんのおかげで、めっちゃ面白かったですね。なんか、まあ、それぞれ役者陣個性が強い人たちの集まりだけど、よりなんかその個性を引き立つ、なんか写真が撮れたんじゃないかなと思います。でも俺なんかこう見れば見るほど、俺たちは何の集団なんだろうって疑問も同時に浮かんできますからね。俺らは何をするんだろう。こいつらは何をし始めるんだっていう、なんかもうこの派手さとうるささとにぎやかさが、まあでもそれがなんか劇団スジャクをしっかり表してるんじゃないでしょうか。多種多様のなんかお祭りが始まりそう。楽しいですね。